どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに始まりましたいつも来るわ始まりました、吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。さあ今回なんですけれども、やってきました今日の、ゲストの方ですね、大畑恵梨香ちゃんなんですけれども、今は吉本新喜劇を、対談されてるんですよ。まあでも今すごい経歴持ってて、まあその話もねしたいんですけれども、今度この実は収録日の次の日が放送なんです。僕は予告編ぐらいしか見てないんですけども、なんと全国ネットのボンビーガールに出演されるんですよ。いやすごいです、これはエリカちゃん初のね全国ネットらしいですけれども、いや新喜劇対談されていろいろね、今ラーメン屋さん経営されてまして、もういろんなたくさんの話、新喜劇入るきっかけとかもなんかいろいろあったそうです。そんな話も聞きたいですし、そしてなぜ新喜劇を対談されるようになったのか、そういうきっかけもあったら、ぜひ聞いていきたいと思いますので、そしてなぜ今は経営者としてラーメン屋さんとしてやるようになったのかでね、お店の宣伝もしたいですし、そしてボンビーガール出るのもね、まあ、ちょっと裏側みたいなのもね聞けたらなと思っておりますので、今日も最後までよろしくお願いします。ではこの後エリカちゃんの登場です。いったらどうぞ。はい、というわけで今夜のゲストは大畑エリカちゃんの登場でございます。お願いします。こんばんは。こんばんは。なんかお久しぶりです。お久しぶりです。エリカちゃん久しぶりやね、ほんまに。いやもう本当に何年ぶりですか新喜劇、今対談されてるんですけども、対談されて何年になりました？26歳の時に対談、はい、対談して27、28、29、30、6年ですね。6年ですよ、32でしょ数えてもいけるし今32歳なんで、もう若いですね。変わらず、可愛らしいじゃないですか。だいぶマスクで隠してるんですね。いやいや、全然、すいませんね、皆さんね。やっぱりちょっと今ね、こうやってソーシャル撮って、はい、マスクやってますけど、やってますけどって言うてもと、モノミザトみたいになってもと、ね、そうか、26から6年経、はい、って、今はね、もうすごいんですよ、皆さん。経営者で、ラーメンね、ラーメン屋やって、はい、最後にも話したかったけど、もうさっき話しときましょう、もうこれは。実はこの収録日の次の日、はい、明日ですね。明日です。ボンビーガール出るんですよ。いや本当に、こんなことで全国ネットに出れるっていうのがびっくりして、うん、すごいですよ皆さん、これマジで初全国ネットです。明日は初全国、はい、それは結構だって俺ちょっと予告しか見てないけど、あ明日なので放送が、はい、がっつりもう、はい、もう密着をね取材されてた、はい、40日間密着してもらって、うわっ、40日、はい、がっつりもがっつりやん、うん、すごかったです。密着ってこんなんなんやっていう。プロジェクト X ぐらいやんか、まあ、あれ2年ぐらい、あれ2年ぐらいなんですね。ですね、はいはい、朝から自転車までカメラつけられて、自転車こぐところもついて、でも仕事中もちろんずっとカメラついてきて、うん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 、であと家、家も家まで来て、うん、寝てるところも全部撮りました。寝てるところ映された、はい、盗撮やん。それはもちろんカットに、ね、まあ、してるんでしょうけど、ね、うん、どこまで使われてんやろって。家でもう普段通りの生活してくださいみたいに言われて、普段通りの生活してるところもずっと撮られた。そうです。うわ、帰ってきてカメラずっと置いて、うんうん、あとは寝るまで自分の好きなことしてくださいって言われて、嫌やわそんなん。なあ、めっちゃ気遣いましたそれ何日間もやろ、しかも、はい、1日だけじゃなくてやろ、はい、大変でした。でもね、その使うのなんて絶対1日じゃないですか。そうまあエンディングでもちょっと宣伝させてもらいたいんですけどね、お米の神様というねラーメン屋さんやってますんで、はい、ぜひ概要欄に住所とかお電話番号とかね載せてますんで、ぜひ皆さん行ってあげてください。よろしくお願いします。お願いします。でそれでね、はい、今回エリカちゃんわざわざ僕の家来ていただきまして本当ありがとうございます。新喜劇まずね、はい、これどのタイミングで入ろうと思って、どういうきっかけというか、きっかけみたいなのですか、うんうん、でもきっかけはもう本当に、うん、そんなきっかけで入ったんって思われるかもしれないです。いやいや全然そんな、いや僕もそういうそんなもんですから。あ、そうですか。はい、共に暮れてね、もう漫才師がもう一人になってもうて、ちょっと受けようかいなみたいなで新喜劇入りましたから。じゃあ一緒かもしれないそうだよ、はい、私は、うん、母親が美容室を経営してて、うん、もうゆくゆくはきっと私も美容師にさせられんねやろうなって、うん、ちっちゃい頃からずっと思ってたんですよ。じゃあ案の定、うん、お昼高校行きながら、うん、夜に夜間で美容学校に行ってたんですよ、うん、もう親がそうせえっていうので、
まあ、ちょっと悪い言い方してるのは、まあ、通わされてたと、そうで、でもこのままなんかもう親の言われた通り美容師になるのか、うん、みたいな感じでずっと過ごしてて、うん、はいはいはい、でちょうど高校卒業とともに美容学校も卒業になりました、うん、はいはい、そこはちゃんと全部通ったんですけど、あ、やらやらやら、美容師になるために国家資格受けるんですけど、うん、もうもちろん親は絶対受かるもんやと思うじゃないですか、そうね、思いますよねけど、うん、もう嫌すぎてそれが、うん、で美容師のやってる、うん、そのカットの練習とか、うん、全部嫌いで、もう全部嫌やったんですよその頃からよう頑張って通ったねほんまにめっちゃ通いました頑張って毎日毎日ね、で国家資格の日に、うん、もうすっぽかして、ほう、国家資格を、国家資格を、はい、受けに行かずに、行かずにそのまま、うん、NSC の願書出しに行って、 NSC やったね最初、あ、そうです、最初は NSC 女性タレントコース、女性タレントコース、はい、おお、ひでこちゃんとかみんなね、だから金原ちゃんとか一期生かなんかが、そうです、そうです、そうです、そこに願書出しに行ったのが始まりで、うん、へえ、吉本に入りました、そのすっぽかしていったんや、はい、もうめちゃくちゃ嫌やったんですよ、やったやろうな、はい、でもなんでそれが吉本に出したかも自分では分かってないんですけど、あ、とりあえず、ね、うん、その頃 CM とかやってませんでした？やってた、何で知ってたかがちょっとわからないんですけど、その NSC で、でも女性タレントコースは、うん、女性タレントコースは確かにもしかしたら押し出してたから、はい、そう CM やってたかもしれんね、当時そう、うん、押し出してたんですよ、うん、多分それで何かで知って、うん、でも何かしないとやっぱりね怒られるっていうのがあって、はい、入ったん、うん、記憶があるんですよ、うん、で受かって、受かって、うん、ですぐに私女性タレントコース、あれ1年コースなんですけど、うんうん、もうすぐに新喜劇のオーディションがたまたまあって、うん、ほう、受けたんですよ、あ、それで受けたんや、新喜劇のね、うん、オーディションの時に履歴書書いて、さっき書類審査、あ、書類送る、あるね、あるね、のがあったんですよ、うんうん、あるあるある、それも、それも、うん、別に私新喜劇にめっちゃ入りたいっていうわけじゃなくていいですよ、全然いいですよ、 いいですよ、今もう言うたらもうぶっちゃけ言うたらもうやめてますけど大丈夫ですよ、はい、やめてるから大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、当時はとりあえず、うん、女性タレントコースで一番最初にあったオーディションが新喜劇だったんですよ、うんうん、へえ、そうなんや、これはもうみんな受けるじゃないですか、やっぱり、うんうん、それは受けるよね、それはその中の一人で受けたんですよ、うんうんうん、しかも、うん、自分で今までなりたいと思って入ったわけじゃないから、ほうほう、書けなくって書類全然、うんうん、同期の3時のヒロインの福田真希ちゃんに書いてもらったんですよ、マジで、なんて書いたらいいって全部考えてもらって受かったんですよ、うわー、でも受かっても新劇のオーディションもそのまず書類審査で通って、はい、で面接とかそんなんやで最後は演技審査、はい、それも全部受かっていったってことやろ、でもそれも、うん、特技を1個やれみたいな、あるある、アピールね、そうなんですよ、あって、うん、それも考えてもらいました、うん、え、そうなんや、はい、だからね、今思うとね、うん、福永亜希ちゃんってめっちゃすごいと思いますよ、うん、この頃から才能めっちゃあったってことですよね、すごいな、今もあのつぼみの歌詞書いたりしてるから、そうそうそう、なんかあのつぼみちゃんがやるネタとかも書いてるよね、はい、はい、だから、うん、やっぱめっちゃすごいんや、昔からプロデュース能力すごいな、それでびっくりした、そうなりました、だギャグも考えてもらってたんや、はい、それで受かったんや、めっちゃおもろいや、相談して覚えてます、うん、そうそうそう、いやでもさすがに最終ぐらいの演技審査は自分でやっぱそれも覚えなあかんし、あ、そうですね、最終は、ね、しっかりやらなあかんから、まあ、そこまで偶然に受かっていったとしても絶対そこら辺でバレるはずやから、でもそこは映画じゃない、やっぱあの覚えるのちゃんと覚えたし演技もちゃんとできたから受かったってことや、なんか演技はね、うん、ちっちゃい頃からドラマのモノマネするのが好きで、うん、ドラマ見ながら、はいはいはい、同じセリフ言うとかをやってたんですよ、うんうんうん、多分それで練習してないけど、うん、なんとなくいけたんかな、うんうん、まあ、そういう演技とかね、あのモノマネから入りますからね、新喜劇でもすごいな、それで受かって、え、その時点まで親御さんには言うてんの、まだ言ってない、言ってないです、まだ言ってないんや、 NSC 入っても言わず、うん、もう親は国家資格受けて結果待ちみたいな感じになってたんですね、うんうん、え、まあ、別々にもう住んでたんで連絡せずに、うん、あんたどこ就職すんのみたいな感じで聞かれてたんですよ、うんうん、でトントン拍子で、うん、その NSC 入って、うん、新喜劇のオーディション受かって、でその頃すぐにお正月公演、うんうん、スペシャル、スペシャルがあって、うん、12月末ぐらいに撮って1月2日か3日ぐらいに、それが初舞台だったんですよ、ほう、
テレビの初放送や。初放送、うん、で、その時に初めて言いました、うん、ちょっとテレビ見といてって、うんうん、うわーって、そうですね、見て、えーってなって一緒に見てたんですけど、うん、家族全員で、家族全員で見てたやん。うわ、最初はめっちゃ怒られました。あ、そうなんや、はい、みたいになってリアクションは、はい、で全部話して、うん、実は国家資格をすっぽかして、うん、NSC 願書出して女性タレント入ったと。そうです、その時オーディションの新喜劇あったから受けてよかったと、はい、やめろみたいに言われなかった今すぐ。もう最初はもうそんなん食べていかれへんからやめみたいな、うん、めっちゃくちゃ言われました。確かに確かに、けど何回か結構多分出させてもらってて、出たそれを親は見てて、うん、やっぱでもね、うん、大阪の人なんで嬉しいじゃないですか、こう吉本新喜劇ね、はい、出てるってことは、はい、そうそうそう、それでまあ応援してくれるようになって。ああすごい。なんで新喜劇は何年ぐらいいてた？6年。あ、6年もいてたんや、はい、エリカちゃん、はい、そうなんや。俺もっと短いもてたわ。皆さんにめっちゃ言われますね。めっちゃ短いもてためっちゃ言われるんですよ。俺3年ぐらい、あ、倍ぐらいいってる。6年意外といってたんですよ。めちゃめちゃおるやん、エリカちゃん。そう、20歳から。そうか、はい、二十歳から6年。二十歳から、はい、入ってますね。割と長いですよね。長いよね。京橋花月とか。はい、出てました。ね、あれ時から多いと思うんだよね。せやせやせや。で、6年やって、まだどういうきっかけで、あ、ちょっとこれは新喜劇やめようかいいな、みたいなことになっていったの。新喜劇やめようかなって思い出したのは、うんうん、お姉さん方がもう本当にすごい方ばっかりで、うん、すごいよね、で、うん、私が入った時6年間後輩が入ってこなかったんですよ、うん、ほう、ほんまや、そうや、その時期ありましたよね。あった。今はね、毎年入ってるかもしれない。今も随時募集中なんですけども、はい、金の卵一遍途中で止まってたかった。その頃も最後だったんですよ。あ、そうなんや。なのでこれは6年も下が入ってこないってことは、うんうん、いつまでたっても自分は上に上がるのがちょっと難しいなっていうのと、うん、でも自分に自信がなかったので、うん、ちょっともう限界やなっていうので、うんうん、もう思い切ってちょっとやめますと、勇気出して、はい、いやー、やめるのもすごい勇気いる決断ですからね。やめるって言った瞬間に、うん、次の週にめっちゃいい役とかもらえてるんですよね。あるあるやね。めっちゃショックで、あるあるやね、今まで全然なかったのに、うん、急にね、やめるってあの社員さんに言って、うん、めっちゃいい役、うん、NGK と擬音でずっと入ってるでみたいな。うわー、そうなんや、みたいな、もうそれ先言ってよ、うん、みたいな。きっかけやな、これもタイミングやね。はい、もうそんな頭取りできないんで、うん、最後にいい思い出と、はい、うん、っていうことでちょっとやってみたいなみたいなのは別に出てこなかった、気持ち的には。あ、でもそのやっぱいい役をいただいた時はちょっと思いましたけど、うん、でももう言っちゃってるんで、うん、ちょっともう引かれへんしね。引けないんで、これはもうその後ですよ。どういう、またこれはきっかけでラーメン屋経営者としてなろうとしたんですか？ラーメン屋さんはやっぱテレビにまだ出れてない、うん、その吉本新喜劇時代に、はい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 、美容師辞めてせっかくこうテレビの世界行って、うん、なんかちょっと親に迷惑かけてるし、うん、テレビに出れてないから、うん、なんかテレビもうちょっと出たいなっていう欲が出てきて、で違う事務所行こうかなとかいろいろ考えたんですよ。あ、そうなんや。でも、うん、また1からじゃないですか、うん、そうやね、26で1からはちょっと厳しいなとかいろいろ考えてる時に、うん、ラーメン屋さんで、うん、女性がやっているお店が当時全然なかったんですよ、うん、ラーメン女子みたいな、全然、うん、まだそんなに流行ってない頃で、うんうんうん、ラーメン屋さんを女性がやれば、うんうんうん、テレビ出れんじゃん。はあ、すごいな、そこでそうなるってっていうのがあって、うん、始めたら、うん、1店舗目を阿波座でやってたんですけど、うんうんうん、ですぐに密着入って、うん、でその後もずっと関西のテレビたくさん出させていただいて、出てたよね、うん、そうなんですよ、新喜劇おる頃よりめちゃめちゃ出させていただいて、すごいな。何の関係でピーンってそれ来た？ラーメン好きやったの？それは嫌、それはちょっとダメですけど、うん、嫌いでもないし、冗談ですよ、好きですよ、好きですよ、嫌いでもないし、うん、だから毎日ラーメン食べるまではいかないですけど、うん、普通に食べに行くぐらいの好きさ、うんうん、まあ、でも女性がラーメン屋さんやったら、うん、女性が食べに来やすいラーメン屋さんができるんじゃないかと思ってっていうのもあります、うんうん、そしたらもうあれよあれよとたくさん出していただいて、うん、いや、すごいよ。ほんでボンビーガーでしょ。はい、え、今2店舗目なんですか？
目はもう、うん、あの売却しちゃってないんですけど、はいはいはい、あ、なるほど、はい、作ったのが2店舗目ですね。あ、なるほどね、その発想すごいな。テレビ出たいの思いつかんもん女性のラーメン屋経営してる人おらんからっつって、いやちょっともう今回このぐらいで終わっとこ、もうまだまだちょっと話聞きたいですけども、ぜひ皆さん、まあ、TVer とかで見れるんかな、まだね、あれやったら、この動画アップしてる頃にはもう放送終わってますけれども、なんか いろいろ頑張って探していただいて、でまずね、映画ちゃんのあのお店行ってあげてください。このコロナ禍で本当にお店やってる方大変なので。大変です。はいね、大変ですし、でいつかね行かさせてくださいよ、ニーナチャンネルで。来てください、ぜひ。いいっすかね、次回はそれしましょう。はい、ぜひお願いします、ね、お願いします、こちらこそお願いします。というわけでね、まだまだあの話足りないんですけども、今回はこの辺でということで、まだねお店行かさせていただいて、いろいろまた喋りたいと思います。今回のゲストは映画さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。また明日、さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。ニーナ哲郎でございました。